私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。氷川きよし、攻撃力はゼロだけど気だけは強いのかも。じゃないと生きていけないから。氷川きよし、肩出しドレスのようツヤショットで思いとろ。お腹にいたあの時、魔法にかけられたの。歌手の氷川きよし、45、が26日までに自身のインスタグラムを更新し、ドレス姿のオフショットを公開した。氷川は、攻撃力はゼロだけど気だけは強いのかも。じゃないと生きていけないから。バイキーアイナ、魔法にかけられた少女、と綴り、両肩を出した黒のドレス姿で撮影に臨む様子を投稿。さらに連続でラメドレス姿を掲載し、撮影中は時間忘れちゃう。その時々で 100% でベストな今の自分を出したいから、バイキーアイナ、とした。またストーリーズにもモノクロのドレス姿を投稿。お腹にいた、あの時使命を全うするために魔法にかけられたの。だから歌と出会ったんだ、と意味深に綴っていた。氷川は11月22日にアルバム、オリジナルコレクションボル、03カラロックアニポックスアンバラードの世界から、魔法にかけられた少女、をリリースする。氷川きよしさんが、歌手活動休養前の最後アルバムに込めた、心の叫び。漆黒のドレス姿も、公開、届けたい思い。氷川きよしさん、オリジナルコレクションボル、03カラロックアンドポックスアンドバラードの世界から、魔法にかけられた少女、のビジュアル。11月22日にリリースされる氷川きよしさんのニューアルバム、オリジナルコレクションボル、03カラロックアンドポックスアンドバラードの世界から、魔法にかけられた少女、のビジュアルが発売に先駆けて公開され、反響を呼んでいる。同作は氷川さんの歌手活動休養前にリリースされる最後のアルバムということもあって、注目を集めていた。氷川さんはビジュアルにとどまらず、このアルバムに対する思いを自身のインスタグラムで赤裸々に綴っている。氷川きよしさんにとってのドレスは強くなれるもの。公開されたビジュアルでは、氷川さんがレースや花の形をモチーフとした飾りのついた漆黒のドレスを身にまとっている。ドレス姿が赤の背景にとてもよく映えている。他にも、封入特典の写真集には、シルバースパンコールの衣装で着飾った写真なども掲載予定だという。SNS では、めっちゃ好き、素敵です、などとコメントが寄せられている。氷川さんはドレスを自身を表現する上で大切なものと位置づけているようだ。インスタグラムでは過去に、ドレスを着ると強くなれる。強くかっこよく着たいの、と綴っている。アルバムは新曲5曲を含む全30曲で構成されている。タイトルにもなっている新曲の魔法にかけられた少女は氷川さん自身が作詞を担当したという。氷川さんは一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って心の叫びを書きました。少女は魔法にかかって少年になってしまってでも少女として生きる。そんなストーリーですとコメントしている。また別の新曲16436日にも言及。自分が45歳になった時の日にちなんですが、純粋に支えてくださった方や原点である両親がいたからここまで歩いてこれたということをいつも心に思いながら、辛いことも悲しいことも乗り越えてきたんだなと、そんな感謝が溢れているバラードになっていますと綴った。氷川さんは2022年末で歌手活動を休養することが決まっている。所属レコード会社などによる2022年1月の発表では、ここで一旦お休みをいただき、自分を見つめ直し、リフレッシュする時間を作りたいという本人の意向を尊重し、このような決断に至りました、と休止に至るまでの経緯を明らかにしていた。歌手活動休養を発表した直後の1月25日に投稿したインスタグラムでは、
とにかく22歳からファンの皆様の真心にお応えしたいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなり、ご期待にお応えできないこともあり、来年からリフレッシュのためお休みをいただくことにいたしました、と活動休止に至った理由を明かした。同じ投稿では一部メディアによる過剰な取材に対し、一部の雑誌社の方々が家の周りに集まっていたり、複数の車で一日中後をつけてきたりして怖い思いをしています、と綴り、精神的に追い詰められています、と訴えた。その上で芸能人としては仕方ないところはあるのかもしれません。でも私も一人の人間であり、生きています。中略、黙っていたら変えられない、誰かが変えなきゃ変わらない、と思い、今の気持ちを伝えます、と結んでいた。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。きよしくんもリューチエルもあんまし受け入れられないのは LBTG への差別的なものより、本人たちの周りへの気遣いが感じられなかったり、遠回しない方ばかりしといて、ひどいことを言われるとか、私は私だとか押し付けてくる感じに不快感を覚えるのでは？会見でも YouTube でもいいから、もっと正直に。自分は心と身体が違います。今まで頑張って男の子を氷川きよしを演じてました。でも、もう限界に来てしまい、本来の姿に戻りたいです。今まで支えてくださったファンの方々には、がっかりさせてしまうかもしれませんが、ごめんなさい。でも、これからも応援していただけたら嬉しいです。ってくらい言った方が、わかりやすいし、応援してくれる人も増えたと思う。自分らしく生きるのは素晴らしいことだと思います。ただ最近のコンサートでは、ファンが、きよしくんと呼んだり昔のうちわを持っていると、それいじめだから、と言ったりしてますよね。昔から応援している方は悲しいと思います。きっと喜ぶと思って、うちわとか持ってこられたのだと思うから。今までいろいろ我慢してきたのは理解できますが、ファンは大切にされた方がいいと思います。ドラゴンボールの主題歌が好きだったけど、この間 TV で歌っていらっしゃるのを聞いて、良くも悪くも女性的な歌い方になっていたのが残念だと感じた。歌に合わせて女性的、男性的な歌い方と変えて欲しかった。それができるのは唯一無二の武器だと思うんだけど、本人が女性を望んでいるなら無理なのかな。特定のこの方のファンの方はこの方の変化を見たいと思っているのかもしれませんが、見なければ良いだけの話ですが、再三この方の SNS への容姿の投稿をニュースとして配信する意図がわかりません。私にはこの方の承認欲求が強いだけだと思います。素直な自分を表現しているだけ。日本は過剰に反応しすぎ。実際40代男性とは思えないほど肌が綺麗で魅力的です。私も色々美容法試してみたけど、やっぱり安物は効果ないし、確か氷川さんが紹介されてた卵角膜レールレフィリはすごかった。肌の潤いが全然違うし、シミシワがどんどん消えたんです。氷川さんみたいにスチンを堂々とさらせるくらいまで頑張ります。自分の世界を貫くことに別に反対も何もないんですが、周囲に対しての押し付けがましい重苦しい感じが反感を抱かせるんでしょうね。発信する側にもう少し余裕があると受け取る方もまた違うと思うんですが、三河健一さんや春菜愛さんみたいな方がめちゃくちゃ女性的な格好をしても何も思わない。むしろ綺麗だなーって思えるのに、なぜか氷川きよしさんは思えない。なんでだろう、見慣れないからかな。前者の二人も最初は結構言われてたりしてたのかな。ラジオ番組を聞くことがあるが、最近話し方や物言いがきつく感じられることがある。自分の考え方を押し通すような、他の意見はシャットアウトするような。もう少しうまくやったらもっと受け入れられると思う。魔法にかけられた少女。お腹にいたあの時使命を全うするために魔法にかけられたの。だから歌と出会ったんだ。ここまで酔えるのはすごい。ふと正気に戻って感覚を取り戻したら、
気持ちが修羅場になりそうだから、ずっと魔法が解けないといいですね。女性演歌歌手は迫害も受けずに普通に存在してるので、歌の使命のためにややこしい性にする必要はないはずですかね。自分を素直に表現できるようになり素敵になったと私は感じました。ただ、長年出始めの頃から氷川さんファンの母はショックのようです。やっぱり年配の方にはなかなか受け入れられないものなのかもしれませんね。昔の氷川ファンからは悩ましい変化だと思うが、自分としてはむしろこのくらいぶっ飛んでいる人物の方が芸能人として見応えはあって良い。奇をてらっているのではなくマジなところがいい。どなたかがツイッターで言っていた言葉が印象的でした。多様化とは皆が少しずつ不快な世界だと。決して全員にとって居心地の良い世界のことではないと。すごく響いた言葉です。リューチェルとかもなんだけど認めろって押し付けられる感じがあるのはなんでだろう。マツコとか全く気にならないから LGBT とかの差別じゃない何か違和感を個人的には感じてしまう。今は言葉狩りの時代だけど差別と嫌悪感を一括りにされてた妖怪を認めろというのなら何らかの説明くらいしてくれたって良いじゃないか。氷川きよしがどんどん違う路線に行ってしまう。デビュー当時の男気あふれる感じに好感が持てたのに、今となってはクラブのままみたいになっているような。ファンのお姉さん方はどう思ってるんだろう。見た瞬間ゾッとした。自分が美しいと思い込んでますます深みにはまっていくんだろうな。活動停止に入ったらさらに恐ろしく変わっていそうで怖い。あなたはどうですか。この問題についてどう思いますか。氷川きよしいつも私にとって素晴らしいです。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。